カラマンダー材、またはコロマンデル材は、インドとスリランカ、東南アジア産の高価な木材である。黒い島のあるヘーゼルブラウン色で、とても重く硬い。マカッサル黒炭やマダラ黒炭としても知られ、本物の黒炭と関係が近いが、同じ族にある、異なる種から得られる。それらの一つは、スリランカ産のカラマンダーである。カラマンダーという名は、 その地方の新原語の名前から来ている。それは黒い部屋という意味で特徴的な黒炭の黒い木材を示している。家具や楽器、彫刻に使われる。コロマンデル材は最近の200年から300年にわたり絶滅へ至るほど伐採されてきたので、もはや新作するために十分な量も確保できない。コロマンデル製の家具は実に高価で、 とても大事にされてきたので、再利用でさえ、それは思いもよらないでどころである。代用品であるマカスサルコルタンには同様の特徴があり、素人目にはほとんど同じであるが、正真正銘のコロマンデルに見られる色の深みを描いている。ブックマッチした月板コロマンデル材は、デームイーディス・シットウェルの刺繍ファッサードの一辺 ブラックミセスベヒーモスで研究されており、彼女はその貴重をろうそくから渦巻きながらたゆたう茶色の煙になぞらえている。ありがとうございます。